ださいその方がどうしてか聞かないんですで、そのね、洗濯をねこの綺麗にする方じゃないですか、あの時あんなこと言わなきゃよかったとか、違う道をね歩んでたらよかったとか、うん、まあ、もし結婚されてる人だったらこの人じゃない人と結婚してたらどうなってたんだろうとか、うん、その都度分岐点、違う自分が存在するかもしれないですよね。でもそれは永遠に見ることができない、後悔してもしょうがない。で、今の体が魂が抜けられるわけじゃないから、まあ精一杯っていうちょっと綺麗すぎるかもしれないんですけど、今生きてるこの魂が生きている頃の体、それをね、そのまま人生で大切にするしかないのかなって気がします。そういう思いで作ったあなたへっていう歌です。これは人が死んだりする歌じゃないですから、でも、もしかしたらちょっとそんなようなフレーズがあるかもしれないですけどね。奇跡を